ゼッケン18番千葉葵。女子の部優勝したのはゼッケン153千葉葵さんです。ゴールドゼッケンですから昨年も優勝してる選手ですね、はい、このクローチング先ほども言いましたが少しスタンスが狭いんですね。もうちょっと広げるともっともっと安定感があると思います。しかしこの急斜面うまくスピードを乗せてきてますね。スキーもあまり横にトントントンと叩かれることがなくて前へ前へとスピードを乗せていってます。ここもよくコースを見てますよ。優勝は153番千葉葵さんでした。今日の自分の滑りはどうでした？あんまりうまくいかなかったけどタイムが早かったので良かったです。ゼッケン7番千葉葵。19番北海道北海学園札幌高校千葉葵。ゼッケン13番千葉葵。
はい、こっち向いてね。